さてこうして私から次のゲストをご紹介させていただけること大変嬉しく思いますマーケティングの天才 J. エブラハムです J. は誰よりも多くのマーケティングのエキスパートやコンサルタントを生み出してきました9400億円を生み出した男として知られ 今まで465種類以上の異なる業界での経験をお持ちですまた USP 独自の売りという概念を有名にしたのも J ですし他にもさまざまな偉業にあふれていますたった10分だけの講演なんてきっと人生で一度もしたことないと思いますので心して聞いてくださいね J は本当の天才なんですから来てくださって本当に嬉しいですでは J ・ブラもお迎えください <laughs> 私ちょっとおしゃれしすぎてないですよね。<laughs> スライドも用意したんですが使わないことにします。手書きのメモを使うという今どきそんなというやり方をする方が私がいい感じに進められると思うので。とはいえものすごい量がメモには詰まっているのでとりあえずしゃべって時間が来たらやめるという感じでいきましょう。 今日のテーマは「人とは違う考え方をする」です。私自身も他の誰とも違う考え方をすることで知られています。その理由をこれから説明しながらその背景もできるだけお話しできればと思っています。というわけでスライドは使わず昨晩メモを取っていたことからお話ししたいと思います。まず真の問いを投げかけましょう。なぜ人は明らかなことを認識できないのか。 確かコーネル大学の人だったと思うのですがある人が実に興味深いことを書いていました数年前に読んだその奇妙な内容を引用しますね何が書いてあったかというと無能な人のほとんどは自分が無能であることに気づいていないとなぜか興味深いですよねその理由の一つは無知な人は幸せにも自信に満ちている傾向があるから そう考えてみてみください有能であるために必要とされるスキルは自分の能力を認識するために必要なスキルでもあるんです。これは大変面白いですよね。考えてみてください。つまり無能な人は二重の苦しみを味わうことになります。なぜなら第一に誤った結論に達しているのに喜びそれにより最悪の選択をします。そして第二にその無能さによって現実を認識する能力すら 失ってしまっているんです私はあなたに異なる現実を見ていただきたいのでまた別のお言葉を紹介しますソクラテスはこう言いました検証されない人生は生きるに値しない人生だと私は常に検証され続けていないビジネスは存在する価値のないビジネスであると信じていますさてここからが本番で昨夜書き留めていた内容に入っていきますついてきてくださいね 私は戦略やマーケティングビジネスモデルポジショニング先行優位性などを あらゆるものを人とは別の視点から見ることができる人だとして知られていますが、その理由とその方法とあなたにとっての意味合いをお教えしますね。だって私だけができてあなたができなかったら意味ないんですよ。私がすごいんじゃありません。私はただ、ほとんどの人が経験したことのないような、より高度で、より簡単で、より早く、より安全な方法に触れてきただけなのです。なので、私の経歴を少し説明しつつ、ぜひこれをあなたのものにしていただきたいと思います。まず、私の好奇心の強さは半端じゃありません。どんなことでも何でも も知りたいんです。私は学歴はありませんが、幸運にも自分でキャリアを選ぶことができました。バンバンお話ししますが、ついてきてくださいね。私が思うに、常に異なる角度から状況を見ることができる人たちは、同じ業界の人が誰も気づかないようなものすごく難解な問題に対しても、その解決方法、打開方法を知っているように思えるんですよ。 ほとんどの起業家は混乱しているだけで試練や課題に足止めされ現状や自分の思考に阻まれビジネス上のジレンマにつまずいているのに自分が苦戦していることにさえ気づいていないんですよ。 これ本当に自分が苦戦していることにすら気づいていなければ解決なんてできませんよね私は世界をものすごく面白い見方で見る方法を育んできましたそれはさまざまな世界を見てきたからこそ受けられた影響でもありますつまりは本当に多様な経験をしてきたからこそだという意味なんですよなので少しざっくりと私の経験や学びについてお伝えしていこうと思います というのも、今日何を話そうかと考えていたわけですがあまり時間がないのでとにかく大事なことだけお伝えすると私がこれまで身近で学んできた人たちというのはまるで自分は革命を率いているんだ聖戦を戦っているんだという気持ちでやっていたということなんですよ彼らは自分のやっていることに対して途方もない喜びを感じていましたこういう業界でこういうことをやっていますということだけではなく実際にクライアントのためにやっているんだということに対しても喜びを感じていたんですでも 今度のの業家は制限がかかっってててていいいい行き詰まっているににそれに気づいてすらいませんですから今日は私自身が育んできた拡散的思考や視野を広げて見ていく方法についてご紹介していきます。というわけで私が人生の最初の3分の1で経験し学んだことをサクッと説明します。トム・ソーヤーに似た話ですよ。あれ最高ですよね。私が17歳の時消火栓の塗装を仕事をしていて1本につき50円もらっていましたが。 これって14歳の子どもたちを大勢集めて25円で代わりにやらせたらどうなるだろうと考えて実行したところ私は本を読んでる間に週に40万円稼ぐことができました18歳の時は農業用の機材に対する融資をする金融機関で働きましたそこで分かったのは農業用機材への融資って毎月あるわけではなくて収穫シーズンや収穫方法に応じて融資契約を組むということです生産高などに応じて内容も変わってくるんですよねその後チャージカードというものに関する仕事をしましたこれは クレジットカードとは違って、月末に支払う仕組みになっているカードなんですが、ほとんどの人がいつも支払いが遅れていました。私はそのような人たちに対して、丁寧かつ断固として支払いをお願いする方法を学びました。 相手に無礼を働くことなく影響力を及ぼしながらお金を払いたくなるようになってもらう方法を学んだわけですまたインディアナポリスにある巨大な投資機関で働いたこともあります当時の仲間たちは私を気に入ってくれました当時18歳の私は若くて面白かったのでそこである人にいいかトレンドを見つける人間になれトレンドに乗り遅れちゃいけないむしろ先取りしろと教えてもらいました 今は誰でも投資をしていますが当時その会社はセルフサービスのガソリンスタンドが合法になる前から投資していましたしケーブルテレビが流行る前からケーブルテレビに投資していたような会社でしたよまたトラックののリースの仕事をしたこともありますそこで教えてもらったのはトラックのリース自体はそんなに儲からないけれどその代わりに3年間メンテナンスさせてもらえればものすごい利益が出るということ。 3年間のリース期間のうちトラックが年間100万マイル走れば1マイル当たり換算でかなりの金額になるんだということを教えてもらいました。 他にも、教会団体などの仕事をしたこともあります。大抵の小さな団体は、自分たちの教会団体を持つ余裕がありません。そこで、非直線的な考え方をする素晴らしい人に出会いました。35年前のことです。彼は、そういった教会を持つ余裕のないグループを訪ね、半額の値段で手伝ってあげるんですが、それを5グループくらい集め、営業マンやスタッフ、自分や活動スタッフを使い回すことで、他の人たちよりも2、3倍のお金を稼いでいました。 面白いですよねじゃんじゃん行きますよまたラジオ局で働いたこともあります人気商品と人気のない商品をパッケージ化することで両方売れることを学びましたまた空いている時間にコストはかからないわけですからそれを車や家具レストランなどと交換できることも知りましたしある番組を再利用して AM と FM に分けられることも知りましたしあるいは旅行などの楽しい商品を一緒にパッケージ化することで何万円も何十万円も使ってもらえることも知りました また競合しないような番組のスポットを有効活用するような方法も学びましたとても面白かったですよ また電気シェーバーを売ったこともあります電気シェーバーバなんて誰も買わないんですよね。売れても父の人がクリスマス程度でしょう。だからもっとワクワクさせなきゃいけません。というわけでマーケティング費用をかけずに済む方法を考える必要がありました。何をしたかというと年末に小売店から看板を買います。年末に看板を買う人はいないので100円分を5円くらいで買えるんですよ。 こうして何億円分もの看板を100万円程度で買い占めてシェーバーを買ってくれた店に看板をプレゼントしましたこういった心理面をどんどん理解していったんですまた業務委託ビジネスをしたこともあります誰かにとってのストレスは常に誰かにとってのチャンスなんです 10億円持っている人と膨大なカセットテープの在庫をつなげてセブンイレブンに置いてもらうだけで週に50万円稼ぐことができましたまた1億円の価値がある骨董品の品々を持っている人とインディアナポリスにある店をつなぐだけで週に何十万円も稼いだこともあります また、とある会社で働いていたときのこと、他の会社は皆成長企業を買収していたのに対して、この会社はダメになった会社を買収していました。三代目などで落ちぶれた会社を買うわけです。なぜなら三代目、四代目にもなると、会社の機材や建物の価値を把握していないから。 なのでそういった会社の機材や建物を売却する手筈を事前に取り決めてから買収し買収した時にはもう利益が出ている状態にしていましたいつでも本業に統合できるような化学薬品の会社を買収したこともありますよ本当に面白いですよね 他にも今では当たり前だと思われているけれど当時では画期的だった取り組みもいろいろ経験しましたまだ誰もやっていなかったようなことですテレビ関連でもありましたし印刷関連でもありました例えばシナリオ別に何度も何度もレターを送って価値を届け続ける方法も学びました中国の水攻めのような感じですもちろんいい意味ですよ また i c ホットのビジネスに関わった当時は、私たちはお金はありませんでしたが、コストについての考え方や、あらゆるネガティブな要素に対して先制攻撃を仕掛けていく方法、そして小さな売上の積み重ねが大きな価値につながっていくことも学びました。とにかく重要なのはあなたが知らないことを学ぶことです。そろそろ時間ですか ぜひいろいろ学んであなたにとって何を意味するのかを観察し物事を違った角度から見てください最後に昔のアップルの CM をご紹介しますクレイジーな人たちがいる反逆者厄介者と呼ばれる人たち四角い穴に丸い杭を打ち込むように物事をまるで違う目で見る人たち彼らは規則を嫌う彼らは現状を肯定しない彼らの言葉に心を打たれる人がいる反対する人も称賛する人もけなす人もいるしかし彼らを無視することは誰にもできないなぜなら彼らは 彼らは物事を変えたからだ。彼らは人間を前進させたクレイジーと言われるが、私たちは彼らを天才だと思う。真っ白なキャンバスに芸術作品を見出し、沈黙の中に誰も書いたことがない歌を聴き、赤い惑星を見つめて建物を描く。自分が世界を変えられると本気で信じる人たちこそが本当に世界を変えているのだから。ありがとうございました。